新一郎さん、えー、この度はですね、チャンネル登録者数100人突破、おめでとうございます。ぐ、はいぐい来てますね、ぐいぐい。今ですね、あのー、鹿児島の方に移動してるんですけど、なんと僕も2000人突破、もうすでにしてるんですけど、<laughs> まああのー、なんだろうな、今ここ広島ですね、はい。広島、あと、今日、今日、 今日でですね、鹿児島に帰る予定です昨日サプライズがありまして、あのまあ、途中ですね、お客さんにこう会うっていうことで、まあ、ちょっと1時間ぐらいだったらいいですよみたいな。で、会ったんですけど、吉谷さんと、今回、リーガルロイヤルホテル、最高級のホテルご用意しました、みたいな。マジ ちょっと泊まらせていただきますみたいなはいお,お客様からですねホテルを無料でご用意していただきましたいや頑張りましょう頑張るとこういう奇跡的なこともありますねしかもこれ30回ですね30回びっくりしてちょっとフルまさかのサプライズでしたね、まあ、昨日はベッドに寝て寝,寝れましたね、まあ、本当はその車中泊 すする予定だったんですけどお前のことはどうでもいいよって話ですけど、うんまあ、この目標設定ですね11月30日まで150人はいけると思うんで、まあ、ここ今年中にまあ頑張りましょう今年中にまあ500500 500今年あと1ヶ月で500でもね今の伸びだったらねいけないことはないと思いますしあとはそのバズり方次第なんで。 あのチャンネル登録者数、まあ、せっかくなんで、まあ、今勢いついてますからチャンネル登録者数1000をねこう目指してみては今年中にね、うん、多分まあ今たちょうど楽しくなってきてる時期かなとは思うんで、うん、やればこの結果数字が見えるっていうのは素晴らしいことだと思うんで、まあ、今勢いに乗ってる今のうちにこうガンガンやっていくっていう。 であとは実際にあなるほどこういうふうにやると再生数上がるんだなっていうことが、えー、分かってきたと思いますんでうん頑張りましょう、はい、であとはこの SEO というかねあトレンドのキーワードをこう入れたりとかするとこうなるんだっていうことが分かれば他にも使えますんで、まあ、僕も実際にその、まあ、この前 MacBook Air のやつやりましたけどあれがまあ1000回以上再生されましたけどね まあ僕も教えてる側なんで知ってますけどあ,あえてあんま使ってないっていうのは、まあ、ネットビジネスのね話を結構多くしてるのでトレンドの話はあんましてないんですけど、まあ、チャンネル登録者数が1万人あじゃあ動画本数が1万本超えたら、まあ、そのリーチも増やしていかないっていう部分もあるので僕もトレンド系のね、えー、キーワードをぶち込んで、まあ、僕の場合はしゃべるっていうだけなんですけど、まあ、そういうのもやっていこうかなとは僕も思ってます。はい ということで、えー、頑張っていきましょう。はい、ではまた報告お待ちしております。